俺ね、やっぱね、ニコ生ね、久々に見て思ったけど、面白いわ。ニコ生。うん。なんでかっていうと、やっぱりね、こう、YouTube にないものがあるんだよね。うん。やっぱり YouTube って結構コミュニティガイドラインだとかそういうのが結構厳しいからさ、なんかみんなクリーンクリーンにやってるじゃん。そういうのってやっぱつまんないんだよ。だから話がね、結構つまんなくてさ、ニコ生主の人とかどうか、話とかめっちゃ面白いじゃん。 うん。なんかユーチューバーの人がさ、みんな揃、揃いも揃ってさ、なんか、なんか編集つけたりテロップでごまかしてんのってそれ単純にトークが面白くないからだよ。トークが面白かったらね、そんな編集の力なんかに頼んなくたってできんだって。うん。だから、俺そういう意味ではトークとかはね、やっぱり、あの他の人に比べたらね、あると思うけど、正直やっぱね、まあやっぱこう、YouTuber はニコ生主で比べて、こう、 トークよりも、えー、なんだ企画力だとかさ音楽とか編集だとかまあそういうのでってまあやってる感じがするよねうんまあ俺基本的にもう最近ずっとニコ生主の動画しか見てなくてまあただ他になんか企画的に商品紹介の動画とかそういうのを見てて 見てたりすんの俺面白いから好きだよ。商品紹介の動画とかね、俺結構最近好きだから見てんの。あとは、あの、レンタカーのね、インプレッション動画とかも俺結構見てて、どの人が欅松屋っていう人なんだけど、この人が結構ね、ほら、乗り物系チャンネル。この人が結構あの、車の動画上げててさ、俺もちょっと見させていただいてんの。エニカで、なんかこう、インプレッサー借りてみたとか、S2000 借りたとかあってい、この人の動画面白いなって、俺今どっちかっていうとさ、 電車より車の方が興味あるから結構車の関係の動画とか見てますね。あとは、俺が最近見てる YouTuber っつうと、まあ、うんこちゃんは、いや、乗せない動画あえて。あとはね、高っさん。この人も見てるね、俺。高っさんはね、GoGo トライブ高っさんっつって、こう、日本中のいろんな峠を、こう、走って、それをレビューしてるっていう人なんだよね。<laughs> イズスカイラインとか。あとはなんかロ、この人ね、確か N.A. ロードスターで走ってんだよ、いろんな峠を。 確かね、どれだうーん、え、えー、っと、いろんな峠行ってんだけど、俺が見たのだと、鈴鹿スカイラインとか、比叡山ドライブウェイとか、最近この人結構攻めてんだな、海外。海外じゃね、関西を。亀石峠。八幡八乃平。津軽アスナロナリ。あーいいね、こういう田舎ね。僕も田舎行きたいよ。俺、俺も四国行ったってさ、四国の人と揉めただけだから、はっきり言って、全く気が休まってねーんだよな。うん、地元の方が気が休まるんだよ。 熱海峠から箱根峠。へえ、面白いよ、この人の動画。ヤビツ峠とかも走ってるしね。俺の地元なんだけど。春名さん、赤木さん。この辺イニディだよね。イニディ聖地巡礼。春名さん、赤木さん、妙義さん、薄い峠とかね。まあ、でもこの辺鉄道に通じるもんがあるよね。薄い峠ってあれでしょあの、なんかさ、前、機関車がなんかくっつけて、電車、新越本線かなんか、あの、横川から軽井沢までこうやってたんでしょだから俺知ってんだよ、薄い峠は。 の薄い峠。まあ、イニシャル D で言うと、マ、ま、コと、誰だっけま、ま、なんだっけ名前ま、マ、ま、コとさゆきでしょマコ、ま、とさゆきが匠と戦ったところが、まあ、薄い峠っていう。そういう意味で俺結構薄い峠は知ってんの。うん。今薄い峠のところ確かないんだよね。うん。あそこ廃車な廃止になっちゃって。だから今支越本線がこう、地味に高崎から横川の間、間だけあの、こう、ピストン輸送してんだけど。 っていうのがう、薄い峠ね。で、いろは坂。いろは坂も俺結構好きで。48箇所の確か綴織だっけいいから、いいから、あれ、いろはにほえどチりぬるをいいから、まあなんか48個あんだよ。坂が。っていうのがあって、これは確かあの、須藤京一と、あの、匠が戦ったところだね。うん。 すいません。この車は前とは違います。これじゃダメですかいいだろう。俺にとってもやり残したバトルだ。ここ、ここでキリをつけてやる。あの結構ね、あのー、なんだっけ、イニシャル D 面白いんで皆さんぜひ見てください。面白いっすよ。 マジでイニシャル D。あの、最初俺電車 DD っていう電車、その、イニシャル D のパロディって電車 DD っていうのがあって、それを見て、あ、面白いと思って見始めたんだけど、電車 DD もね、みんな見てほしい。あれ面白いからネタが <laughs>。結構ね、鉄道ネタをこう、ふんだんに入れてて面白いんで、ぜひ見てください。はい。っていう動画。だからこれのタイトルどうしよう。俺のおすすめの YouTuber。俺のおすすめの YouTuber にしよっか。うん。 ま、そんぐらいかな。あとはね、朝倉みくるっていう、この人格闘家の人なんだけど、俺普段結構友達とかとスパーリングしてて、結構ね、あの、格闘技に興味があるんで、この朝倉みくるっていう、朝倉みくるさん、まあ、豊橋出身の、えー あの、なんだっけ、愛知県豊橋市出身の、えー、格闘家の方なんですけど、この人もね、結構面白い動画なんで、えー、もしよければ見てください。まあ、最近はこの、この辺かな鉄道系 YouTuber とスーツさん以外見てない。<laughs> あの、正直俺あんまりね、鉄道自体に興味がないから、鉄道好きな人は別にガメさんとかよ、あの、綿貫さんの動画とか見るんでしょうけど、俺はあんまりね、最近鉄道興味ないんで、スーツさんの喋りが見たくて見てるから、俺スーツさんの動画しか見てません。はい。ほら、この辺面白いでしょ プロ,プロ格闘家だったら3対1で戦って、もう勝てるのか検証してみたら結構やっぱね、こういう企画が面白い動画って、企画が面白い人って俺結構好きなんだよね。ほら、最初の俺見たな、街の喧嘩島にプロ格闘家がスパーリングを申し込んだらやるのがやらない。これめちゃめちゃ面白いよ。これ見て、朝倉みくるさん、ぜひ見てください、面白いから。うん、まあ、そんぐらいかな、俺が見てんのは最近。まあ、そんぐらいっすね。うん。 あとね、チャンケさんっていう、俺最近結構トラックの運転手にはまってて、チャンケさんと、あとね、ムテシさん、ムテシさん、ムテキングっていう人なんか、チャンケさんとムテシさん。ムテシ、ムテシ、ムテシ。あ、これ、ムテシの トラック、ムテキングのトラック24時間生活。これ面白いよ、マジで。トラックドライバーのこの、いろんなところにドライブ行くっていうとこ、鉄道好きな方ってね、結構やっぱ、ドライブが好きなんじゃない車で。乗り物全般好きな人多いだろうから、このムテキングのトラック生活24時っていう人もめちゃめちゃおすすめ。面白いよ、この人も。うん。長距離ドライバーでさ、フェリー乗ったりさ、トラックで行ったりさ、 ねえ、この人を見てね、俺もトラックやりよ、やろうに乗りたいなと思ったんで、まあ、ぜひ見てください。まあ、そんな感じで、ま、あ俺のね、好きな YouTuber は、この辺かなうん。まあ、正直なんかね、光るとかはじめ社長とか、あの辺はクソつまんねえから見てねえよ。光るねえ、るねえ、昔面白かったんだけどね、最近なんかね、か、もう金の話しかしなくなってつまんなくなったよね。ボートレースに300万突っ込んでみたみたいなさ、俺あんま金に興味ねえからさ、 あの、みんなお金に興味あるから見るけど、俺あんまお金に興味ないから、どうでもいいんだよね。まあ、そんな感じですね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。